硬水と軟水を使った泡立ちの実験を行います。硬水として硬度約 1400mg パーリットルのミネラルウォーター、軟水として硬度 18mg パーリットルの名古屋の水を用意しました。石鹸を同量入れていきます。ペットボトルに蓋をして混ぜると泡立ちにこんなにも違いが出ました。